レモンステーキレモンステーキは長崎県佐世保市発祥の肉料理。メディアを再生するレモンステーキいわゆるステーキの一種だが厚切りの一枚肉ではなく薄切りの牛肉を用い熱した鉄板の上に牛肉を敷きレモン風味の醤油ベースのソースをかけてレアの状態で供される。肉を食べた後にセットのご飯を鉄板に入れてソースと混ぜて食べる食べ方が佐世保流であるという 昭和30年代、佐世保の養殖屋、レストラン門、1955年開店にて、修行中だった東島洋とその兄が、オーナーから、夏場でも売れるステーキを考案せよとの指示を受けて、考案されたものである。その後、東島兄弟の兄は、同志にて、フランス邸を開業し、弟は時代屋を開業するなど、レストラン門で修行したシェフが独立して、 佐世保一園に広まったものである。佐世保駅の駅弁には元祖レモンステーキ弁当がある。焼いてレモン醤油ソースを絡めた肉をご飯に乗せたもの。なお、レストランモンはその味を福岡に伝えるべく1971年に開業させた博多アダモンと共に2020年5月31日をもって閉店した。ありがとうございます。